サンライズ・ペガサスは、日本の競争馬である。出生から間もなく、母を亡くし、馬の下で養育されている。2001年、格上挑戦の神戸新聞杯で2着になり、オープン入りを果たした。喫下賞では12着に敗れたものの、翌2002年には、大阪城ステークスと大阪杯を連勝し、重賞初制覇を飾った。次の天皇賞では、マンハッタンカフェの5着、 休養を挟んだ毎日王冠では4着、天皇賞ではシンボリクリス S、成田トップロードに続く3着と GI 戦線を賑わせたが、クッ縁を発症し戦線を離脱、復帰後もクッ縁を再発するなど長期部長に陥った。休養中は吉沢ステーブルで調整され、2005年に中京記念でメガスターダムの2着になり、復調の気配を見せると続く大阪杯で、 アドマイアグルーブ以下を破り2002年の同競争以来3年ぶりの勝利を挙げた。続く天皇賞では14着と大敗し、7番人気となった自走の宝塚記念では、得意の阪神で中段から末足にかけたが、伸びきれず5着に終わった。秋シーズンは毎日王冠を9番人気ながら勝利、その後は天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念と王道を歩んだが、 いずれも着外に終わり、この有馬記念を最後に引退した。中距離では安定した成績を残している。また当初は折り合いが心配されていたが、年を重ねるごとに克服した。復調のきっかけとなった2005年中京記念では1着がメガスターダムで2着がサンライズペガサス。この2頭は過去にクッキ園で1年以上の休養を経験したことのある馬同士だった。 2006年初頭に競争場登録を抹消され、同年よりアロースタッドで種ボバ入りした。2007年度の種付け料は受体確認後100万円であった。2014年に一旦供養停止となった。2017年から柳川牧場で種ボバとして再び供養されることになったが、2019年に、 引退名馬つなぎ陽天寺事業の女性対象馬となり、シュ馬を引退した。2019年8月22日、ジャパンスタッドブックインターナショナルのツイッターにより死亡したことが発表された。母の半姉に六勝をあげた、ウェディングケーキ。七代母から種ボ馬のウォーレリックが出ている。ありがとうございます。